続きまして登場しましたのはワンダーキュートです。父カリズマティック、母の父プレザントタップの15歳。2019年2020年と2年続けて一切市場売却率 100% を記録しました。その背景には血統も馬体もいいものを持っているからこそだと思います。ワンダーキュート自身、強いクロスを持たずサンデーサイレンスやミスタープロスペクターの血を一切持たない異形同士の血統構成であることから、さまざまな血統やタイプの繁殖牝馬の良さを引き出してくれると思います。兄のワンダースピードも G2 東海ステークスなどダートで通算12勝の活躍馬、近親にはロージズ・イン・メイがおり、ダートにめっぽう強い血統構成です。ワンダーキュートの種付け料は受胎確認後30万円です。フリーリターン特約を付帯したお得な前払い条件もございますので、事務局までお問い合わせください。以上ワンダーキュートでした。ありがとうございました。